はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。マウスバードです。今週も文法無料放送の時間がやってまいりました。今週も皆さんと一緒に文法力アップのために頑張っていきましょう。はい、それでは前回の宿題クイズの解答解説に参ります。はい、自動車同士のお勉強の確認問題でした。はい、もう丸バツついちゃったんですけどね。はい、いいですか。ポイントはここから下なんですがね。はい、問題はこの4つで、正しいものには丸、正しくないものにはバツをつけなさいという問題でした。はい、まず、went。これは、go の過去形。go 辞書で引いてください。引きました。引けば、自動詞と書いてあります。自動詞は直後に目的を取れないです。取っちゃってますね。だから、×。前置詞 to が入れば、OK。はい、go to どこそこという使われ方をします。ね。だもんですから、こっちは丸。問題はこっち。I want there。I want to there。自動詞なんだから、there ってどこそこにって言うんですから、あれそこにって当たる、ものだから、あれ目的語がすぐ直後にあっちゃいけないんじゃないの。いけないでしょ。いけないんですが、こっちが丸。there があった時に10が入ったら、×なんですよ。なんで、まあ実はそれを問う問題なんですけどね。実は厄介な問題が1個ありまして、目的語っていうのは、何とかを、何とかへ、何とかに、に、何とかへとなる場合、なる場合の、にょろにょろに当たる名詞のことだったんですね。ぜや辞書で引いてください。副詞なんですよ。だから目的語になれないんですよ。そういうルールがあるんですよ。こういうのに、日本語ないからね、ないんですよ。そこへとかそこにっていうのは、そこプラス2なんですね。ところが英語はまとめちゃった言い方があるんですよ。これが副詞として扱われるので、これは目的語になれないから上が丸で下が×っていうそういうルールがあるんですよ。これをしっかり覚えてもらいたいですね。いいですか。はい、まあ、ちょっと引っ掛け問題だったんですけども、あくまで名詞じゃないと目的語になれないんだということはしっかり覚えててもらいたいということです。はい、辞書使わないと分かんないですよ、ね。だから辞書をねしっかりお手元に持って、これからもね、辞書使っていいんで、それを元にして、しっかりね、文法を学んでいっていただければというふうに思います。はい、こんな具合になるんですよ。この定義もねしっかり確認して覚えてください。以上です。よろしいでしょうか。はい、それでは本日は関係詞について、ご一緒に勉強いたしましょう。1回で済むものではありません。最初の1回目としての、導入の説明になりますので、その辺をお気をつけください。なんで関係詞をやるかというとですね、実は関係詞というのは英語が苦手な人はここでつまずくんです。得意な人はなんてことないんです。だいたい中学生でやりますからね、それができるというふうに、考えてしまう人もいるんですけれども、実はそんなに甘くはないんですね、苦手な人にとっては。ですね、得意な人は簡単なんです。大きく分けて関係代名詞と関係副詞の2種類があります。まあ、実は関係形容詞というのがもう一つあって、まあ、3種類あるんですけれども、メインとなるのはこちらとこちらですね。聞いたことはあると思います。あると思うんですよ。じゃあ関係代名詞と関係副詞の違いって何だか分かりますか。説明できますか。まあ、これ宿題にしてもいいんですけども、意外と難しいんですね。まあ、言ってしまうと代名詞と副詞の違いなんですけど、まあ、それで正解は正解なんですけど、じゃあどう違うのと、思いつきますか。難しいと思うんですよ。実はですね、これ説明難しいんですね。確かに代名詞と副詞の違いなんですけれども、そうは言ってもなかなか難しいんですね。まあこの後やりますけれども、まあ、特にですね、英語の苦手な人は関係代名詞目的格と呼ばれる、用法に大注意なんですね。これができないんです。これが反応できないんですね。目的格というのがわからないんです。まあ全部が全部全員そういうわけではないんでしょうけれども、ほとんどの場合はここでつまずいているので英語が苦手になってしまうと。逆にこれが分かるとスルスルスルーとこう英語伸びたりしますので、ぜひこの機会にしっかり覚えましょう。はい、それでは何の予備知識もないんですが早速、問題に行ってみたいと思います。括弧内に適切な関係詞を必ず入れなさいと。2つ分を用意しました。ただしですね、ザッとはこの場合不可とします。ザッとは使ってはいけません。いいですか。そういう条件をつけます。はい、
This is the place, かっこ、she saw a lion. This is the place, かっこ、she likes. こうなってますね。この2つ、それぞれ入れてください。はい、これが前半の、問題ですね。あらかじめ言っておくんですけれども、こちらですね、答えはもちろん言うんですけれども、解説はですね、詳しいものは今回はしません。3回目ちょっと難しいですね。4回目か5回目ぐらいにこれの、解説を改めていたします。なので、とりあえずこちら問題を、今、ちょっと考えてみてください。